ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。声のアンカーマンは産経新聞論説委員の鹿間コ一さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。ええー、十四日ですかね。はい、バレンタインデもういうこくでですね。はいえー、まあ、そろそろ心落ち着かないというか、うまあ、別にね、えー。チョコレート欲しいわけじゃないんですよ。欲しいわけじゃないんですけど。えー ひょっとして今年はいくつぐらいもらえるかなとかいうのがね気になったりするんですけどもあの先日ね日本経済新聞にえ大きな広告が出ましてですね今ちょっと話題になってるんですけども「日本は義理チョコをやめよう」という広告がですねボンと出ましたた出ましねね、えー でこれがあ要するにゴディバという、まあ、皆さんご存知でしょうけども、はい、おチョコレートそれも高級品のですね、えー、非常に有名な、ね、あお菓子屋さんだということでなんでギリチョコをやめようとチョコレートを作ってる会社がそういう広告を出すんだろうという、ねまあ、そういう不審、えー、に思われるところもあると思うんですけども、あのーまあ、広告の趣旨としてはですね、はいまあ チョコレートを送る方々、まあ、女性の方々はですね、えー、もちろんその本命というのか自分の愛する人に愛を伝えることができる国家ができる日だよということで、まあ、慎重に選んでですね、えー、え自分のそのメッセージが伝わるようなチョコレートを選ばれるわけですけども、まあ、これは結構お値段も高いというものを買われると思うんですけどもそのほかにまあギリショコというですね、えー えまあ会社に勤められてる方でしたら上司の方あるいは同僚の男性の方あるいはそのお仕事でお付き合いのある得意先の方とかですねいろいろここに配ってここに渡さないとあとから何を言われるかわからないとかですねまあこの辺ね非常に悩まれるしかもあんまり高いものではな。 でもあんまり安くちゃなあこの辺もね微妙な差いろいろこう考えになってまあバレンタインで、えー、楽しいんだけどなんか近づいてくるとうん、うん、とこう気持ちが重くなっちゃうよねという、まあ、そういう人もいらっしゃる。<ー>だからまあゴディバとしてはですね、うん、バレンタインっていうのはそういうんじゃないんだとうだからもっともっとねその愛する人に自分の思い 伝えるという、えー、まあその趣旨を生かしてですねバレンタインデーを楽しんでください好きになってくださいとだからもうギリチョコという,うまあそういう風習的なものはやめましょうよと、まあ、こういう趣旨なかな、はい、思いのようですよね。ただ ギリチョコってねもともとバレンタインデーにチョコレートを送るっていうのも日本まあだけとは言いませんけどもあんまりないで,しょですよね、えーうん。でこれももともとチョコレートを作ってるえお菓子屋さんが始めたと言われてるんだけども、はい、まあそれがギリチョコというこれも日本のまあ,ある種贈答文化としてはですね非常に日本的な風習として広まっていな ことでだから、まあ、松本さんがね、はい、え本命においくらぐらいかけるのか <laughs> 芸術書後いくつぐらいお買いになるのかそれ <laughs>、うん、かりませんけれども、えー、まあ今やねちょっとデパートなんか覗いてみても、はい、まあバレンタインデーの、まあ、特設コーナーというか、はい、売り場ってもう。 えー、デパートの本当に食品売り場のまあ半分ぐらい占めるぐらいに大きなイベントになってますす、ね、さらに特設コーナーっええー、一番いいところに設けられてますもんね。ですよね。えーえー、でしかもなんていうのかな。 あの贈り物としてというよりは自分にねあの頑張った自分へのご褒美とかですねあのいわゆる相手も男性じゃなくて女性の友達同士の友ちょこであるとかですねまあそういう非常にそのイベントのちょっとこうバレンタインデーの性格が変わり始めててバレンタインスってそのものがね まあお祭りり気分にななつつあると、まあ、そういう中で義理、まあ、チョコっていうのは片隅に追いわれてるというのかうまあ確かに売り場を見てもね、はい、あのまさに義理チョコ的なものはそういう場所にはあまり見られないんですし、えー、<laughs> あのまあ広告出したゴールディバーも高級チョコレートですから。うんはい まさかかかゴディバのチチョョココレートをギリチョコで配る人はなかなかいないと思ういやこれがですね、うん、年配の男性でもゴディバだったら「お高級チョコレートだね」って一発で分かってくれますので、うん、ゴディバをギリチョコに使用する女性っていうのもいらっしゃるかと思いますし、うん、ゴディバもこれギリチョコ用かなっていうちょっと とこう手軽な値段のものも、ここ数年用意されてるように思うんですよね。<ー>えー、ですので、きりチョコやめて、ゴディバさんいいのかなっていう気はちょっとします。でしょはい。ね、まあ、あのチョコレート業界ではバレンタインデーっていうのが一番ね。あの売上げの上がる。 まあいいっていうかその中で非常にそのパイの大きな切りチョコというのをねやめようというのは非常に勇気がいるなというふうにも思うんですけどねただね僕らはやっぱりそのまあ物欲しそうにえそわそわしだす人間からするとですね広告の中にこういう文面があるんだけどもえ要するに男性の皆さんから「 とりわけそれぞれ会社のトップから彼女たちに一言言ってほしいと「義理チョコ無理しないでと」と<ー>まあ でもね、<laughs> 僕ねこれね言うとね、ええ、なんか逆に物欲しそうに思いません。<laughs> まああら当然もらえる気でいらっしゃったのかしらとかね思われることもありますよね。込、えええてなかったのにな <laughs> みたいなことになりかねないし、まあこれはね微妙ですよね。それと同時に、えー、あのホワイトデーってあるじゃないですか。お返しの日とされる日ですね。えー、です、はい、そうするとまあもらって らもらって。 で返さななきゃいいけ逆に義理チョコを渡そうとしてはですねこれぐらいの投資でこれぐらいのバッグがあるというねそういうんかこう目論みもあるんじゃないかとかですねいろいろ考えてしまうんですけどね。まあねあの一昔前は3倍返しなんていうふうに言われてた時もありましたものね今はどうなのか分からないですけどもね。もらえば嬉しいんだけれどもちょっと負担になる。 でもらわなきゃ懐の方はそんなに寂しくはならないけども心に隙間風がけがるくというねこれはねだからこの2月のねこの半ばというのはですね男にとっても女性にとっても非常に。 複雑なだからもう今鹿間さんと向き合ってお話ししてる中でも鹿間さんは実際のところ欲しいのか、うん、それとも思い切ってやめた方がいいのかっていうのも読み切れないところがありますからど、ねうん、のよう に対応すればいいそれはあの本命で一つどんどと <laughs> 送っていただければ私の方としてもですね<ー>それなりの配慮はしたいとそうですかじゃ <laughs> それはちょっとゆっくり2月 2>、うん、でももうゆっくり考えてる暇もうないですね, 2>, よね2月14日、うん、まあでもまあこういうイベントがあってもいいんじゃないただちょっとね僕はね記念日がね最近多すぎてね。 ね、クリスマスから始まって、はい、なんか人に物を送る日もね、えー、もう随分シーズンごとにいっぱいあるなという感じがするんですけども、ねまあ、もちろん誕生日などもあったりしますしねそういう出費を考えたらですね、はい、ちょっとこの辺で記念日を整理をしてですね、うん 記念日ランクをつけて、はい、あのミシュランじゃないけども、えええー、星3つの記念日と星1つの記念日とかね <laughs> いろいろちょっと作り替えてもらったならばさっき言いました、ええ、その心のの負担も軽くなるのかなまあでも「ゴディバ」の広告っていうのはですね、はい、そういう意味で一石を投げたというのとまあうまいなとそういう目を引くあのー。うん プロモーションとしてはですね。非常に上手だなという気がしました。ですね。アンカーマンの目でした。